みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回もスラム奏法の魅力ということで、このギターをね、アコギをバシバシと叩く、このスラム奏法の楽しさを皆さんにこう、ね、お伝えして、スラム奏法を広めていこうじゃねえか、グヘヘヘヘっていう、そういうスラム奏法布教活動の一環でございます。まあ、ここ数年間、僕はひたすらこうスラム奏法を続けているわけなんですけれども、まあ、こう新しいテクニックといいますか、新しく見つけたことみたいなのもちょこちょこありますので、この動画の中で、まあ、そういったことをシェアさせていただこうかなと思います。もし、叩き系のギタリストでしたら、結構、役に立つ内容かと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいませ。まあ、でも逆に反面、内容としては結構難しくなると思うので、その辺は心してついてきてくださると嬉しいなという感じでございます。よかったら参考にしてくださいませ。はい。スラム奏法布教活動スタート。ここ数年で僕がこの大事だなというか、その発見したこととしては、左手 の, このゴーストノートの重要性でございます。右手だけでもまあいろんなリズムを作れるんですけれども、左手のゴーストノートが補助的に加わることによって、結構いろんなリズムを作ることができます。いろんな表現をすることができます。例えば、右手がシンプルに、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、あ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーと、まあ、こう繰り返すとするじゃないですか。右手がこの基本ビートを繰り返しておりますと。まあ、これだけでも別に大丈夫なんですけれども、この合間に、左手のゴーストノートを加えるだけで、結構テクニカルに聞こえてきます。ちょっとやってみます。間に左手を加えるだけです。なんかすごいこの音が増えて、なんかテクニカルに聞こえませんか？上手い人っぽく聞こえませんか？でも、合間にこのゴーストノートを入れてるだけです。それだけでこのパタパタパタ。こんなリズムを表現することができると。で、この、ゴーストノート、ある程度の速度だったら、このダブルを打つことができるので、2回連続のパパンというダブルを打つことができるので、こういったものもその応用することができます。例えば、どこか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 どここの32分の。ゴーストノートをちょっと今練習中なんですけれども、まあ、こんなこともできるという感じです。で、まあ、このパーカッションの要素をひたすらこう、ね、取り入れると、こんなリズムになるんですけれども、まあ、このままだとそのギターの弦を鳴らしていないので、ギターである必要がねえじゃねえかとなってしまうじゃないですか。まあ、こういうドラムソロみたいなのは別にこれでいいんですけれども、これをその演奏、音程を出した演奏にもこう組み込むとすると、このハンマリングとかをうまく使う感じになります。ハンマリングとかをうまく使うことによって、こういうゴーストノートの要素を加えることもできると。やり方としてはすごくシンプルで、コードを押さえる前、もしくはその単音、フレーズを押さえる前にちょっとこのハンマリングを加えるという感じです。ちょっとやってみますと。普通に弾くと、ストロークをするときにコードを弾くと、まあ、こんな感じですよね。ハンマリングとかせずにコードを弾くときに押さえてストロークをすると。でも、こうじゃなくて、ストロークをする直前にちょっとハンマリングをする感じでコードを鳴らします。2、3、4。わかりますか？わかりますか？ちょっと手前で。ハンマリングをする感じでコードを弾いていくと。で、合間の時にもそのコード全体をハンマリングする感じにして。まあ、右手だけでは出せないようなニュアンスを出すことができると。で、別にコード全体をハンマリングしてもいいんですけれども、ベースだけとか。とかをハンマリングしても全然いい感じですよね。まあ、こんな感じでコード全体をハンマリングしたりとか、一部分をハンマリングしたりとかして、まあ、そのゴーストノート的要素をいろいろ付け加えることができると。こんな奏法を身につけたといいますか、
うん、結構これは面白いなと思って、最近すごい対応しているような感じです。普通に。ストロークしちゃってもいいんですけどね。ストロークしちゃってもいいんですけれども、ストロークとはちょっとこの音色が違うじゃないですか。意外とこのネックをこのハンマリングしたときのこの打音、叩いた音とかも、なんかこう、レコーディングとかしてみると結構面白く響いたりとかしているので、最近はこれをすごい対応しているような感じです。よかったら試してみてくださいませ。ハンマリング、オラッつって、ブリャッつって、まあ。そんなに力強くやる必要はないんですけども、ちょっとこう素早く。パパンとやってあげるといい音がするかなと思います。で、あと、このゴーストノート、中指と薬指をこの別々に動かして、ダブルを打つこともできるわけなんですが、例えばその、さっき一番最初にやった1、2、3、4、1、2、3、4にそのゴーストノートを混ぜるとき、1、2、3、4、1、2、3、4の間に、なんてこんな感じでその3連符を混ぜることもできるわけです。素早くこうダブルしてもいいですし、この2本指を使って楽にダブルしてもいいしという感じでしょうか。まあ、これはそのペッテリさんが、なんて言ってるのを見てちょっと真似している感じなんですけれども、まあ、よかったらこういうゴーストノートもちょっと身につけてみてくださいませ。例えば、ちょっとタトゥーをやってみるとすると、こんなのとか、右手だけでいくとすると、タント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 タン、タント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 タン。まあ、こんなフレーズです。叩く動作と、この親指のゴーストノートを交互にやって、タント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 タン。で、その間にこのゴーストノートを入れます。タント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 タン。タント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 タンの間にこれを一生懸命入れていくと。タント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 タン。タント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 タン。なんかそういう音がいっぱい鳴ってて、なんかこう、おお、わけがわかんねえって感じですよね。でも、慣れると全然楽というか、全然簡単にたくさんの音を鳴らすことができます。タンと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 タン。こっちの叩いた後に、こう2本のゴーストの音をパパッと入れると。こんなのもできるようになってきましたというか、まあ、取り入れるようになってきました。そんな感じです。ゴーストノートに関してはそんな感じ。で、あと、ものによってはその、ね、親指でこっちが叩いたときのほうが都合がいいことがちょこちょこあるので、最近こういう奏法も取り入れるようになってきました。この音とこの音のこの音色の違いが結構僕はあんまり好みではないというか、この音色が変わるのはすごく嫌で、スネアドラム代わりで音色が変わるのはすごく嫌で、あんまりこれやらなかったんですけれども、ちょっとまあ最近、ちょっとこれだけではどうしようもないことがちょこちょこ増えてきたので、こっち側でスネアドラム代わりをやることも増えてきました。みたいな感じで。まあ、こっちでも別にいいんですけどね。
もこっちでやるとやっぱすごい楽です。普通にストロークすればいいんで。これを仮にこっちのスネアドラムでやってみるとすると。上色になるわけです。でも、こういうこっち側ではそのできない内容とかは、こっち側でちょっとやったりとか、でもこっち側でできることはこっちでやったりとかして、ちょっとまあこのどっちでスネアドラム代わりをするかは、結構選択をするようになってきました。できるだけこっちでいきたいんですけどね。こっちの方がすごいロックな音がしますよね。ゴーンみたいな感じの。まあ、押尾幸太郎さんの翼という曲での、まあ、実演でございました。まあ、そんな感じで、ちょっとスネアドラムの音をこっちでも演奏するようになってきたという感じでございます。で、ちょっと前やったかもしれないんですけれども、あとまた別のゴーストノートのテクニックとして、この右手の指をまたすごい使うようになってきました。爪がめっちゃ削れてしんどいときがあるんですけれども、なんかこう、一発バーンと、バーンと行きたいときに、薬指、中指、人差し指、親指アップストローク。薬指、中指、人差し指、親指アップストロークを押してから、なんていうテクニックも、すごい対応するようになってきた感じです。なんか、アコギの表現力みたいなタイトルの動画で、なんかこれをやったような気がするんですけれども、なんかこう最後に一発バーンと行きたいときに、なんてやったりとかする感じで、なんかこのゴーストノートを入れるようになってきたという感じでしょうか。最近、すごいこの増えたというか、よくやるようになってきたテクニックとしては、まあ、そんな感じでございます。僕の中でこの一番最初にご紹介させていただいたこのゴーストノートは、まあ、かなり大きな要素になっているんですけれども、まあ、よかったら皆さんも取り入れてみてくださいませ。今日のところはそんな感じでしょうか。もしもっと基礎的なスラム奏法のテクニックが知りたいぜという方は、スラム奏法基礎編と称した、簡単な内容の動画もありますので、まずこちらも参考にしていただけますと幸いでございます。ということです。それでは、今回はこの辺で終わりにしておきましょう。またそのうち、スラム奏法の話が出てくるかと思いますが、そちらも楽しみにしておいてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。はは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 。